はい、こんにちは。今日はですね、マーガレットやスーパーアリッサム、その他のお花の霜の被害をお見せしたいと思います。今年の冬はとっくに寒くて、結構ねお花やられちゃっている方いると思います。はい、なのでこれどうなってしまうのか、どういう対処方法をしたらいいのか、枯れちゃうのか、なんとか復活するのかっていうね、その辺の話していきたいと思います。はい、ということでですね、まずはマーガレットから近くで見ていきたいと思います。行ってみましょう。どうぞ。はい、じゃあね、まずマーガレットなんですけども、霜に当たってこんなになっちゃいました。今から3週間ぐらい前になると思うんですけども、結構ね年末年始大寒波が来てしまって、マイナス3度ぐらいになってしまったんですね。その時に一気にやられちゃいました。こんな感じ。これがこのままどうしたらいいのかっていうことなんですけども、まだね緑の部分がありますよね。完全には枯れていないので、春になったら新芽が吹いてきて、まあなんとか助かるかな、このまま維持してくれればっていう感じだと思うんですね。ちょっと株元見てみましょうか。どうかな、見えるかな。新芽がねなんとかなんとか出てるんですよね。少し残ってるんですよ。枯れてしまったからってその部分カットしてしまうと、またこのね内側にある新芽っていうのに今度また霜が当たっちゃう、冷たい風が当たっちゃう。そうするとせっかくねこう控えてなんとか生き残ろうとしている新芽まで枯れちゃうっていうことになるので、そのままにしてあげるんですね。はい、慌ててカットしないでそのままにしてあげると、これ霜よけになるんですよ。霜よけ、枯れてしまった葉っぱがこう守ってくれるんですね、冷たい風とか霜から。はい、なので慌ててカットしないで、もうこのままでいいと思います。はい、まだまだ寒い日がね1ヶ月半ぐらいかな続くと思いますので、引き続き霜とか冷たい風に注意しながら、はい、様子を見てあげればいいと思います。春になって新芽が復活してね、どん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 伸びてきて、なんとかね間に合うんじゃないかなと思います。はい、ということで続いていってみましょうか。はい、ちょっとね場所移ってきたんですけども、じいちゃんの刺し芽畑ですね。夏の終わりぐらいかな、ここに植えてじいちゃんにあげて、じいちゃんが育ててたんですけども、やっぱりね霜の被害受けてます。マーガレットね、はい、先ほどと一緒でちょっと枯れてきちゃってますね。こっちから北風が当たるから、北の方から悪くなっちゃう。で南、ここで風よけになってるんですよ。北風が冷たいから北風に当たると枯れやすい、弱りやすい。でここほら壁になっているので、南側だけはちょっと青いですよね、緑が濃くなってる。はい、ということで不織布かけたりマルチングしたりして寒さから守ってあげると、よりこうこんなになる前にねやってあげるといいかなって思いますけども、はいしょうがない、しょうがないので、なんとか見守りましょう。続いてスーパーアリッサムね、みんな大好きスーパーアリッサムなんですけども、これどうかな、やっぱり弱ってますよね。元気な時の写真ねお見せしたいと思うんですけども、やっぱり比べてみるとねちょっとぐったりしちゃってますよね。スーパーアリッサム耐寒性がマイナス5度ぐらいまであるって言われてるんですけども、ダメですね、ダメですね。多分うちの地域この場所マイナス3度ぐらいまでは下がったと思うんですよ。でマイナス3度だったら耐えれると思うんですけども、きっと強い北風ね、寒風にさらされてしまってなお弱ってしまったじゃないかなって思います。はい、スーパーアリッサム枯らしちゃった方たくさんいるかもしれませんね。ちょっとくたーってなってて元気がないですよね。近くで見てみるとどうかな、やっぱり上の部分から痛みますね。で下の方の部分っていうのはこれ守られているのでちょっと元気かな。ほらね、こんな感じで少しシャキッとしてるんですよね。なのでできれば切り戻しはしないでそのまま、はい、マーガレットでもお伝えしたんですけども、この枯れてしまった部分とか弱った部分が、はい、寒さから守ってくれますので、このまま頑張ってね春まで耐えてもらいましょう。はい、行ってみましょう、行ってみましょう。どこに行こうかな。これがペチュニアですね。ペチュニアまだ生きてます。バーベナもまだなんとか生きてて、サントリーさんのサンクエールとか、この辺がね刺し目でなんとか生き残ったチョコレートコスモスじゃないかな。チョコレートコスモス耐寒性0度
0度っていうのが目安なんですけども、どうかな、上は完全に枯れちゃってそうですけども、株元どうかな、しっかりしている部分が、あ、これか、株元これなので、今のところ新芽が、あ、ちょっとあるのかな、チョコレートコスモスギリギリ生きてるかな。はい、このまま霜から守ってあげる、枯れ枝で霜から守ってあげる。さあ、そんな感じでどうでしょう。で、一番簡単なのはね、まあ枯れ枝で守ってあげるっていうよりは、今からだとね、もうちょっと早く動画撮ればよかったんですけども、不織布なんかをかけてあげるとかなりね、冷たい風や霜から守れます。なので、まあ一番簡単なのが不織布のベタ掛け。ベタ掛けっていうのはもう何もいらないんですよ。ただただベタベタってかけてあげるみたいな感じで、ちょっとやってみましょうか。大きいな。100均とかでも買えると思うんですけども、100均の不織布はちょっと薄い場合があるみたいなので、二重にしてあげるとかね、そういった工夫をされている方が多いみたいですね。不織布、これホームセンターとかね、100均とか園芸店さんで買えると思いますけども、光を通すこんなほら和紙みたいな感じですよね。これをね、あれちょっと大きすぎるから、まあ一旦二重でかけてみますね。二重でかけて何箇所かレンガとかで押さえてあげるんですよ。で、夜間こう寒さや冷たい風から守ってあげて、昼間になってね、天気がいい時、昼間になってこうお天気の時はね、こう外してあげる。そうすると昼間はこう合成する、夜は寒さから守れるので、不織布が一番お手頃でいいかなと思いますね。不織布のベタ掛け、はい、そんな感じでね、あのいろいろな対策してあげると霜や寒さから守れると思います。ただね、実際にこう地植えにしてしまうと、どうしてもね、なかなか冬を越せないって方いると思うので、そういった方はもうね、あの地植えは諦めて鉢植えでしたら軒下に避難するとか、本当に寒い時は玄関に避難させてあげるっていうやり方をやってあげると、かなりこう元気な状態、綺麗な状態で冬を越すことができる、綺麗な状態で春を迎えることができるっていうことができますので、鉢植え安心。こちら、あれペチュニアとか冬越しをさせるために簡易ハウス作ってちょっと並べてます。はい、あのビニールやってあげるとある程度霜は防げるんですよ。でも中の温度って朝方だとね、実際外気温とほとんど変わらなくて、まあ1度ぐらいは高く保てるかなっていう感じですね。うちの場合はね、一応こんな感じで冬越しチャレンジしています。春の満開を早く楽しめるんですよね。ペチュニアとかね、ちっちゃい苗から始めなくていいから、春の満開がとにかく早いっていう感じで、風強いね。はい、という感じで今日は我が家の霜被害にあったお花たち紹介してみました。鉢植えだったらね、こんなに綺麗なんですよ。ほら、寒さ対策して軒下、結構気使いますね。天気予報を毎日見て0度とかマイナス1度っていう時は必ず軒下または玄関に取り込む時多いですね。今年ね、寒すぎちゃうから軒下に置いといても弱っちゃうことがあるんですよ。はい、なのでほら、どうかなね、マーガレット若干ちょっと寒さに弱いなっていう部分があるから、鉢植えで管理してあげた方がまあまあ無難かなって思いましたね、今年なんか特にね。はい、そんな感じで我が家の霜被害お見せしました。あと1ヶ月とか1ヶ月半でね、かなり暖かくなってきてね、春めいてくるかな、地域によってはもう1ヶ月先かなっていう感じになると思いますけど、もう一頑張りしていきましょうということで終わりたいと思います。はい、ということでですね、一旦ご覧いただきました、ちょっとまだ話し足りないことありますので、一旦終わってから
続きご覧いただこうと思います。なぜ一旦終わるのかわからないけど、一旦それではバイバイ。久々の撮影、1週間ぐらい空いちゃったかな。緊張しちゃうね。緊張しちゃってうまく喋れなかったかもしれないから、ちょっと続きやりますよ。家の南側と北側で結構霜の降り方が変わってきます。いきますよ。こっちはね、お家の南側になるので、ほら、家が北風を防いでくれるんですよ。なので全然違うんですよね。同じ日向でもお家があって北風を防いでくれるから、もうスーパーリッサも普通に元気なんですよね、ここはね。はい、霜はほとんどおりません。先ほどお見せした方はね、霜がよくおりますね、今年はね。はい、まあそれにしてもマーガレット、やっぱり0度以下になってしまうと少し葉っぱが弱るかな。スーパーリッサムの方が寒さには強い、まあ、シャキッとしてますね、こっちはね。はい、やっぱりお家の南側は日だまりになるからかな、土の温度も高いので夜間温度が下がりにくい、霜が降りにくいっていうことがあるんじゃないかな。ね、こんな感じで。そうですね、何か見ますかね。あ、ここにもね、植えましたよ、マーガレット。黄色くなってるのは霜の被害。あ、そうだ、オステオスペルマムも枯れそうになってたからちょっとお見せしますね。はい、ここが南側ね、とりあえずね。じゃんじゃじゃーんってね、南側はほら、もう何事もなかったような感じですよね。全然違うんですよ、北と南って。すごいね、南ってね。改めてこう、こんなに北と南温度差気にしたことないですけども、お花をこうちゃんとにやりだしてじゃないけど、 YouTube を始めてからより考えるようになりましたね、いろいろなことをね。すごいでしょ、真冬とは思えない。これスーパーリッサムのスノープリンセス、斑入りじゃない方、何か忘れちゃった、前にお伝えしましたけども、ラナンキュラスラックスね。はい、まだ咲かないけど、いつだろう、3月になっちゃうのかな、お花咲くの。裏行きますよ、ね、裏行くよって言ってなかなか行かないけど、はい、マーガレット元気でしょ。こんな感じなのよ、あの一切何もやってないですよ、こっちは。不織布もやらなければ何にもやらない、マルチングもやらない。さあ、本当に裏行きます。はい、来ました。こちらほら、スーパーリッサム全然違いますもんね、モリモリとかね。枯れることはないと思いますけども、あー、ちょっと弱ってる。トラネコさんなんですよ、これサントリーさんの、なんだっけ、サフィニアアートのトラネコ、これじゃないかな。意外と元気。そして自分の影を捉えつつ、ほらマックスマム、サントリーさんのマックスマムがあって、先ほどのほら一番枯れちゃったやつね、こんなです。そして名もなきマーガレットがあって、なんか大きいマーガレットがあって、これもサントリーさんのボンザマーガレットかな。こっち大丈夫ですね、一回毛布かけたんですよ、毛布かけたからこの辺大丈夫なので。毛布をねかけ忘れちゃったんですよ、これ。夜気づいて慌てて、なんか余ってる、そう、使ってない毛布があったので古い毛布をかけてあげたから、こっちは守れたね、守れたけど一つこんななっちゃったね。ね、実はこれ刺し目してるので枯れちゃったとしてもなんとかなると思うし、まあ、多分枯れないかな、多分枯れないですね、緑あるからね。はい、あと1ヶ月から1ヶ月半守りましょう。もう一個お見せするの忘れたんですけども、オステオスペルマム、寒さにはねある程度強いかなと思ったんですけども、今年ちょっとこんなですね、茎がしっかりしててね、新芽は出てます。オステオスペルマムはね強いですよ、わかるかな、新芽がたくさん出てますよね、茎からね。なので春あと1ヶ月とか1ヶ月半したら、ちょっとこれダメだったらダメな部分カットしちゃえば
株元からいっぱい新芽が出てるので、はい、オステオスペルマムね、言いづらいけどね。なんかさらーっとしかお見せしなかったんですけども、ペチュニアカリブラコアですね。ペチュニアとカリブラコアで比較すると、カリブラコアの方が寒さに強いんじゃないかな。見てみますか。もうおまけのコーナーだから気楽にやりますよ。よっと、これがスーパーチュニアかな。強いね。カインズさんで買ったカインズさんと PW さんのコラボの商品かな。ラズベリージャムかもしれませんね、これね。うん、まあ、これ強いな。すごい強い。で、サントリーさんのトラネコ。うん、トラネコも強いですね。こんな感じで。なんとか持ちますよね、これね。ここまでくればね。そして、日々草。日々草のね、冬越しを目指すとかやったことないんですけども、いけそうな感じしますよね、日々草。で、このハウスを覗くと、なんかいろいろあるんですよ。枯れ草というか、あの辺大丈夫かな。見てみましょうか、面白そうだから。よっこんな感じで。お水やりは最低限ね、本当に乾かし気味でいいです。加湿にしないように、乾いたら与える、結構乾いたら与える感じで。株元に新芽が春になったら出てくるかな。どうかな。そしたらね、こっちに新芽がたくさん出てきたら、上の部分もカットしちゃっていいんですよ、バサーってね、っていうやり方をしようと思ってますけども、はい、こんな感じで頑張っております。どうでしょう、以上かな。はい、そんな感じでおまけも終わろうと思います。またよろしくお願いまた肝心なところで感じちゃった。またよろしくお願いします。ということで、今日は本当に終わろうと思います。本当に、それではバン。にゃんこのコーナー始まるよ。色でバレる来る猫。あ、来た来た、こんちゃん、つやつや、黒黒、つやつや、ブスだね、こんちゃん、ブスだね。他見せてください、必死だね。じゃあ取り上げということで、あ、今更ながら、こんちゃん、お座り、お手、おお、すごいな。そんなことまでできる猫がいたの、世の中に。ブスはね、本当は可愛いね。何してんの？何キョロキョロしてるんだよ、君。いいですか？食いしん坊だな君は。お花に紛れて黒猫が、黒猫、これアリサム、これニャリッサム。は？は？ポンちゃん、はい、終わり。ご飯食べ終わったの？はい。こうしてポンちゃんはお家へと帰っていきました。おしまい。本当にニャ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 。